テリー土屋の車の話始まりました。ひろきさん、はい、やってきました。眠いよ。いや違うのよ、ジャパンモビリティショーですよ。ジャパンモビリティショーねえ、ザキさんよろしくお願いします。寒いです。寒いです。はい、はい、でジャパンモビリティショーってあれですよね、4年前にあの東京モーターショーの、そうです、要は名前だけ変わって新しくなったっていうショーですよね。そうです。なので、まあ、今回はジャパンモビリティショーに目白押しの車がいっぱいあるということで聞いてますので、はい、まあ、このねジャパンモビリティショー練り歩きで、うんうんうん、これからねあのいらっしゃる皆さんがどこにね注目して見ていただけるのかっていうのを今日はねこの3人で紹介していきたいなというふうに思ってます。ジャパンモビリティショー行ってみたいと思います。はい、というところで、はい、今回はダイハツ、まあ一発目ダイハツに来ましたけど、はい、まあ、今回コンセプトカーがあるということで、はいはい、どうなんですか、コペンのコンセプトカー見たくないですか。はいはい、いや見たいです、見たいです、はい、なので、まあ、それがね一番の目玉ですし、皆さん見たいんじゃないかなと思いますので、はいはい、まずはねコペンのコンセプトカー見に行きたいと思います。行ってみたいと思います、はい。あ、これはコペン、いやお散歩って書いてあるんですけど、お散歩ですって、かわいい、これかわいい、名前がお散歩って名前、社名が、それでも見た目でもオープンカー、オープンカーかな、オープンカーですね、ちょっとコペンっぽい感じが、これ雨降ったらどうするんでしょう、ちゃんと閉まるんじゃないですか。そういうことですかね。あ、まあまあまあ確かに確かに、かわいい、これこれすごいですね、なんかこの独特ですよね、ここのバンパー、ウィンカーとかが多分ここになるんじゃないですか、うん、へー軽そうなんかこの辺の素材にもこだわりがありそうな感じがしますね、うん、確かに、はい、ということで新型コペンを今回なんか、はい、目白押しな今回の東京モビリティショーなんですけど、まあ、今回一発目はダイハツの新型コペンというところで、一発目ですよ。ありがとうございます。一番最初ダブル RC ドライバーですよね。ありがとうございます。あ、そうなんですよ。あの D スポーツでしたっけ、 D スポーツ、 D スポーツレーシングとしてですね、はい、今あの開発者自らステアリングを握ってお客様の日常の道を走って、モータースポーツを起点とするもっといい車作りということで、さまざまな知見を得てでダイハツ社全社を良くしようという活動をやっております。よろしくお願いします。去年 の、 あの SNS で見てて、その全部一人でやられてたじゃない、まあ、一人というかチームとしてやられてたじゃない、あの FIA のいろいろな機能がある中でものすごいあのディスポーツレーシング頑張ってるので、ぜひ皆さんこう注目して、今回 の、 あの新型車両にももしかしたらこう何かつながってるものがあるかもしれませんので、ぜひぜひ注目してみてください。じゃ あ、 あの簡単に説明だけお願いしてもいいでしょうか。はいはい、じゃあこう 横行きますか。あ、よかったらせっかくなんで、はい、初めて乗った車がコペンだったんでちょっと愛着があるんで。どのコペンですか。あの初代コペン丸いあの可愛いやつの。 ありがとうございます、はい、まさにですね、あの同じ思いでして、2002年の初代コペン登場から約20年経ちましたと、うん、そういう中で、まあ、初代も軽自動車、はい、2代目も軽自動車、今回も3代目検討するときにコペンは継続しますと発表を、まあ、2年前、うん、20周年のデビューの時にさせていただいたので、そこから具体的なコンセプトカーを出してませんでした、はい、で今回、まあ、こういう方向性どうですかっていうのを作ってみました。でその方向性が今回走りに振った、うんうんうん、走る喜びを皆様に感じていただきたいというコペン出してみましたという車です、はいはい、で FR ですし、はい、1300cc ですよね。そうですね、今エンジンは、まあ、あの皆様 の、 あのお声をお伺いしながら、なるほど、まあ、1000cc なのか1200なのか1300なのか、その辺はまだ決まってません、はいはい、ただあの皆様の声をお伺いして今後検討していきたいなと思っております、はい、1300cc ターボ可能性もあるコペンです。スターボはすごいですよ、ね、FR のことは濃厚ですか。あの FR を一度こうやって作ってみて皆様に FR いいねって言っていただくと、あの皆様の声が本当僕らの力で、初代コペンも東京モーターショー当時出させていただいて、皆様にこの車市販してよっていう温かい声をいただいて市販化までたどり着きました。あ、なるほど。だから皆様の声でこの車は決まりますので、ぜひあの応援よろしくお願いします。ハッシュタグ新型コペンは FR でコメントをお願いしていただけるとあの届くかもしれないですね。なるほど、はいはい、で見ていただきたいのがですね、例えばこのフロントタイヤとキャビンとの隙間空いてます。長いですよね。長いです。あの FR らしいこのスタイル、そして FR でフロントミッドシップならではのボンネットの高さ下げてます。あ、ミッドシップになる。そうですね。あ、なるほど。なのであのアーム類を避けてエンジン搭載できてますんで、搭載値が低くなってると。でフロントフェンダーをできるだけこう薄いデザインにして、はいはい、タイヤを大きく見えるようなデザインになってますね。でこう横から見ていただいたら、まあ、
後ろもですね、初代コペンだとこう後ろがフロン FF っていうことで、はいはい、丸い可愛いデザインになってましたけど、ね、今回 FR ってことでダックテールにして風力も上げてます。はいはいはい。でその辺で、まあ、FR らしいデザインになって、とはいえこううろうろしていいですか、前から行きますよ、あー、OK、です今行きますよ、うん、テールも可愛いですよね。いつもの丸いテールは引き継がれてるんですけど、ありがとうございます。なんか光り方がちょっと違う気がするなって私は思ったんですけど、どうなんですかこれは。コペンに行かれた方、これね見てください、このヘッドランプ、じゃ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 ん、コペンの C をつけるとこのヘッドランプ C になります。こんな感じです、こんな感じですということで、あのみんな本当コペンが大好きな社員が作ったんで、コペン愛溢れてます。で、あのこの見てフロン見ていただいたこのフロントデザイン、まさに初代コペンあちらにありますが同じようなお顔してます。なので、まあ、FR になっても軽自動車じゃなくなってもコペンですよ、新たなコペンのモデルが出ましたよっていうのを皆様に感じていただきたいなと思っております。はい、じゃ次後ろ行っていいですか。あ、もちろんです。どん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 行きます。なんか質問あります、はい、どうぞ大丈夫ですか。あのブレーキもだいぶ強化していくっていうことでいいですか。おっしゃる通りです。あの、はい、まあ、あのまさにねラリー走らせていただいて改めてブレーキ大事なんだと、やはり安心安全が最優先で、まあ、路面に追従するサスペンションや、まあ、気持ちよく走るにはやっぱり安心安全、それ笑顔になったらアクセル踏めて、まあ、ラリーでも楽しいし、サーキットでも楽しいしという思いがあります。ただこの車はあくまでそういうモータースポーツっていうグレードじゃ車じゃなくて、あの走る喜びニコニコ笑顔になっていただきたいという車です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここも C なんですね。あ、そう、 C なんですよ。 C、 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 だから僕らあのラリーの時もみんなで記念撮影 C で撮ってるんですよ、はいはいはい、みんなコペンに愛があって。なるほど。でこのフェンダーですよね、リアフェンダー、はい、これいいですよね。いいですよね、このこのグラマラスなデザイン、はい、ワイドな感じで。そうですよね、いかついですよね。前はちょっと可愛いのに後ろはいかつめな感じで、皮かっこいい感じですね。確かにそんな感じですね。なのでこの辺であの軽じゃなくなったんで、こう所有していただく、所有する喜びを、まあ、感じていただきたい。コンパクトカーならではのこういう楽しさ、喜びを感じていただきたいなと思ってます。なるほど。なんかこうちらっと見える内装も結構おしゃれですよね、はい、あのメーターとかも含めて見やすいじゃないですか。はい、2ペダルが入ってるんですか今、 P って文字が。今はそうですね。ただあの、まあ、今後皆様の声ですが、個人的にはやっぱり3ペダルが、ね、はい、あると楽しいかなと思うんですけど、はい、そこは皆様から3ペダル欲しいなって声をいただければ僕らも検討できますので。わかりました。ぜひ皆様ぜひ皆さんのコメントで、あの、ね、ハッシュタグ新型コペンは MT というところであの皆さんのコメント欄に残していただけると。はい、いっぱいありますよ、はい、ありがとうございます。はい、というところで何か他に山中さん質問は。いやもう僕はね、あの気になってた対向キャリパーさっき聞けたでもう大丈夫です。対向キャリパー聞けたら大丈夫です。はい、いいですよね、はい、本当にこのコンセプトで。例えばあのぶっちゃけ例えばこれが仮に FR で 1.3 リッターターボになると、うん、国産車で FR で 1.3 のこのサイズ感の車両ってないじゃないですか。それはある意味差別化すごいできるし、うん、ファンの獲得一気につながるような気がしていて、うん、なんかそれはそれですごいありかなっていうふうに思うので、なんかぜひなんか実現できたらいいなとは思うんですけど。そうですよね、まさにおっしゃる通りで、はい、この5ナンバーサイズで、そうそう、 A セグで FR でオープン、他にないんで、ないですね、もう皆様ぜひ応援よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回はあのダイハツの新型コペンの方をご案内してまいりました、はい、次は何でしょう。もうたくさんありすぎるので。あ、分かりました。どんどん、ね、見ていきたいと思います、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてはトヨタというところで です、はい、すごいですね。なんか今回黒ですごいシックな感じのデザインですけど、はい、いつも赤白のいかにもトヨタって感じのイメージですけど、ガズレーシングの依頼が強いんですけど、今回はなんか白黒でなんかすごいしっかりとしたモノトーンな感じでね、そう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 、はい、感じですけど、まあ、今回どういったものがあの新型、まあ、コンセプトカーとしてもラインナップされているのかすごい楽しみなところではありますので、はい、ぜひあのトヨタのブースの見学行ってみたいと思います。行ってみたいと思います、はい、これも GR だ。でも見た目がもういかにもスポーツカーって感じで、スポーツカーっていうかもうスーパーカー。そうですね。これ多分電気自動車コンセプトのスポーツカーっぽいですね。ベブって書いてあります。へー。見た目電気っぽくない感じで。確かに。いやすごい、顔もすごいいかつい。
あのヘッドライトってことライトすごくないですか。そうですね、でもなんか最近流行りですよね、あの下まで持ってくる、こういう長い縦ラインの流行ってますよね。グリルも特徴的、なかなか電気自動車でそういったスポーツカーってなかったですけど、まあ、トヨタさんなんか結構コンセプトカーとしてももうすでにしっかりとしたやつを出してますよね。なんかレーシングカーっぽいですね。そうですね、コンセプトカーっていうよりも。確かに。なるほど、まあ、ここら今回はあれなんでしょうね、電気自動車をメインでトヨタさんの場合は展示しているようなイメージなの で、ね、はい、あっちもなんかそのドアのアウターの上の部分になんか温度みたいなのが出てるんで、あれも何か関係してるのか、それとも充電の残量を示してるみたいな、ちょっとおしゃれな感じのデザインですけど。はい、というわけで、うん、ランドクルーザーのコンセプトカーがあるということなんですけれども、はい、ね、うん、この車どうやらついてて当たり前のものがついてないらしいんですよ。お、はい、何ですかそれは。ちょっとね、内装をちらっと、うん、見て、一緒に見てもらう、さっきびっくりしましたよね。じゃあせっかくなんでちょっと内装を見ていこうかなと、はい、側はいつものかっこいい感じですけど、これ見てください、ステアリングの後ろのところにね、これレバーついてるんですよ。見えます、なんかすごいハンドル手だけで全部ブレーキアクセル全部調整できるようになってるので、そうだからこの車ペダルがないんです。そう、なんか飛行機と一緒ですよね、一つのレバーで全部そこにボタンがあって操作できる、うん、はい、これなんか戦闘機みたいなコックピットでかっこいいですね、なんか内装も。そうですね、メーター類も全部パネルに入っちゃってるから、うんうん、ここね、暗くて見えないんですけど本当にペダルないです、これ、うん、ペダル類が全然ないですよね。手だけの力で全部操作できるってことですよね。このデザインなんかはちょっと外車っぽいです、ね、あー確かに、でもシンプルですね、こっちはちょっとランドローバーっぽい感じがする。確かに、どういった欧州地区。後ろはでも、まあ、うん、後ろのあたりはね、なんか気になる、ちゃんと変わらない感じで。こちら松田の物産です。松田さんに来ましたよ、ね、ロードスターがいっぱい、歴代のいっぱいある。でも私ロードスターとかマツダ車一回も何所有したことないんで、あんまりマツダ詳しくないんで教えてください、いっぱい。マツダの人ではないんですけど、ね、でも何でも喋れるイメージがあるんで、マツダもいろいろ見ていきましょう。まあ、今回ねコンセプトカーがあるっていうことだったので、まあ、そのねコンセプトカー今ね人だかりがすごいんですよ。そう、あそこに映像も出てて、はい、なんか物々しいですよね。いや今日初公開、あ今日が本当に完全に初公開、はい、なので今ねかなり人だかりができているっていうところなので、それをねちょっと見に行きたいな。めっちゃ見たいです、最後に早く行きましょう、はい、何のコンセプトカーなんですかあれ。マツダアイコニック SE、全く新しいやつですよね、はい、なんかロードスターと何かがこう足されたような。確かにサイズ感で言うとそんなに大きくないですよね、うん、でもオープンカーなのかな、でも開かなそうですけどね、うん、なんかねどうなんでしょう、まあ、これから、ね、始まって車発表しそうな雰囲気にはなってきましたけれども、これライトとかもなんか特徴的ですよね、サイズちょっとちっちゃいですよね。ライトを見てくださいね、リトラじゃないですか。え、そうこの時代に、この時代にレトラクタブルロードスターをそうちょっとねついてますよね、初代の。へえ、確かあのグリルの感じとか本当 ND とかのロスターにちょっと似てますよね、はい、ND の感じと ND の、ね、うんうん、混ざってる感じのリトラの雰囲気が出てたりとか。でもかなりね、あの全体的に低くてクーペっぽい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。え、すごい。ドーミングだ。すごい。ドア開いた、すごい。高級車象徴、ガルウィングで開きましたね。いや、すごいな。この開き方かっこいいですね。これ後ろも気になりますよ。確かに、どうなってんだろう。後ろ周りも見てみましょう。後ろはロードスターっぽいのかな。全然でも違った、想像してたのと。想像してたものよりもだいぶ可愛いイメージですよね。俺だってブレーキランプ上どうなってるんですかみたいな。なんかちょっとすごくシンプル、まあ、いかにもまあコンセプトかっていうね感じのデザインしてますけど、これはリア周りは何かオマージュしてる車がありそうな気はするんですけどね。これでもなんか ND っぽいような雰囲気もちょっとありますけどね。またやっぱちょっとロードスターついてる感じはありますよね、はい。やっぱりそのマツダって結構初めあの描くときに絵で起こすんですよ、人が乗る位置がここで、でそう起こしたときに結構あの
全体的にバランスが、ロードスターもそうですけど、初めこのスケッチから入った時に、乗る人がどこの位置にいると車体の重量バランスが良くなるのかなっていうのを多分初めにある程度描いてからスタートするんで、結構そのデザインもそのまま顕著に、だからその人が座る位置って多分ロードスターとほぼほぼ同じになってるような気がしてて、でそれで要は電気自動車になってるんで、どちらかっていうと今回はなんかスーパーカーに近いようなコンセプトでこの電気自動車出してるんだなっていう感じが伝わってくるような1台ですよね。はい、はい、というところで、スバルさんにやってきましたけど、はい、まあ、スバルといえば何なんでしょうね、まあ、基本的に WRX とかインプレッサとか、まあ、スポーツ車両のイメージが強いですけど、イメージは私の中では、まあ、乗ってますもんね。私はスバル大好きなんで、ちょっと気になります。新型 WRX があるのかというところで、見てください、ね、まあまあ、空飛んでますね、まあ、そうですね、もうスバル空飛ぶ時代が来ちゃった。唯一このモビリティショーの中でも異質な感じを放っていますけど、なんか空を飛ぶモビリティというところで、まあ、次世代型の、うん、まあ、モビリティのまあ印象があるのかなというところで、ちょっとまあ興味深いんで見てみましょうか、はい、そうですね、はい、見てみましょう。はい、というところで今回一番のスバルの目玉である、はい、まあ、スバルスポーツモビリティコンセプトという車、はい、まあ、電気自動車なんですけど、まあ、そのスバルが求めるスポーツモデルの車として、まあ、まあ、電動化になったとしてもどうあるべきなのかというのを、はい、まあ、模した一台になるのかなというところで、まあ、デザインも含めてやっぱその空力とかも含め、しっかりデザイン見てもらうと分かると思うんですけど、アーチのところにこう線が入ってるじゃないですか、はい、しっかりあそこに空気を入れて整流させてそのまま空気を放出するっていうところまでしっかり考えられていて、でスバルっていうとやっぱコの字のヘッドライトであったりするんですけど、あれって水平対向の、まあ、ピストンの形状を模している形になるので、ただ電気自動車になると、まあ、もちろんピストンとかないので、まあ、その時の機能を生かしたところをデザインするスバルにとっては、まあ、こういう新しいデザインっていうところでなっているとのことでした。で、まあ、基本的な考えのコンセプトとしてはドライバーを中心に考えて、でそこからその骨格をしっかり作り上げていって、四輪に対して、まあ、アシンメトリカル AWD という制御方式があるので、まあ、そこは生かした状態でドライバーを中心に骨格を形成して、その上に側がしっかりとした骨格、まあ、スバルグローバルプラットフォームになると思うんですけど、まあ、その中でしっかりこうカウルをかぶせて、まあ、スポーツらしさをデザインしたっていうモデルになっているっていうことですね。完全にメーカーの説明員、はい、もうなんか15分ぐらいめちゃくちゃしっかり来てましたこうオフロード走りそうなちょっとね見た目に見えますよね。そうですね、だから結構最近 SUV 系も結構売れているので、うん、まあ、そういったところも、まあ、イメージしてるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ホイールとかも含めて耐久性と冷却性を兼ね備えたデザインになっているっていうことです。ホイールが、はい、そしてツードアなんですよね。そうなんですよ、まあ、スポーツモデルなんでね、はい、まあ、ツードアのスポーツ車両というところが一番、はいはい、なんかちょっとね独特なデザインですね、うん、色がタイルみたいな。そうやっぱりあれなんですかね、ダブルRブルーマイカ使ってますかね。そう思いました、青がそうですよねやっぱりスバル青は外さないんですかね。まあまあまあ、そうですね、カーボンかなんかじゃないですか、マーブルのカーボンの可能性あります。まあまあそういったものもあるんで、まあ、結構軽量化と、はい、まあ、そういうスポーツドライビングのしやすさを両立させたような車っていう感じでした。こうやって EV のコンセプトがどんどんこうやって出てくるんですね。そうですよ、うん、まあ、まあでも時代によってものは変わりますから、はい、その中で面白いものがこうどん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 残っていくっていう形になると思う、まあ、ぜひぜひ期待していきましょう、うん、こういう車がどんどん出てくる、楽しみですね。はいはい、そうですね、面白い、はい、はい、というところで今回はホンダにやってきました。ホンダです。ホンダさんなんと先ほどプレリュード、プレリュード発表されたということで、もうプレリュードが目玉だと思います。確かに、じゃあ早速プレリュード行ってみますか。はい、行きましょう、はい、私たちの知ってるプレリュードじゃなくなっちゃう。プレリュードって俺名前知ってるけどいまいちイメージがこう湧いてこない。私のパパとかが乗ってたような時代の、2年前ぐらいにも生産打ち切られてますね、うん、ああそうっすよね。なんかでもデートカーってか、そうデートカー、かっこいい男の人がスマートに乗りこなしてるようなイメージが、あーここら辺すごい。はい、というわけで、うん、プレリュードのコンセプトモデルの前に来ました、こちらです。なんかプレリュードって自分が知ってるプレリュードとまた随分とこう印象が変わりましたけど、出ましたね、なんかスポーツ車ってなりましたね、完全に。そのバブルの、はい、時のプレリュードが多分今考えたらこうだったっていう、あ今流行りのツードアクーペっぽい感じの。確かに確かに、あでもかっこいいですね。でもホンダ車っぽくなくないですか、デザインが。まあなんか北米とかのああいうイメージがあるので、北米っぽいですよね、イメージがね。
だブレーキも大きいですし、すごいなんかスポーツ車両を意識してるんだなっていう感じがある車ですよね。はい、ちょっとデザインも見てみましょう。この後ろのところのこのラインがこの後ろのデザインすごくないですか。確かに、まあ、最近でもあれですよね、こういうデザインの車多くなってきてません？流線的に落としてあげて、だ新幹線みたいな感じですね。あ、そうですよね、はい、なんかリアはね、なんかこう今時の感じ、うん、テールがこう一直線、確かにテールが一直線、そうリアを立ち上げてこう落とすっていう、でもプレリュードっぽくはないですけど、かっこいいです。これわかんないですよ、これね、後で見てほしいんです。これルーフカーボンじゃないかな、これルーフカーボンっぽく見えますよね。確かに見えます、うん、このミラーもカーボンです、ね、あれなんかワールドプレミアだったんでしたっけ。そう、今日が初公開、完全初、今日今日が初、すごいですね。いやいやいや、なんかスポーツカーをこうやって出してくれて、これ普通にエンジンですもんね。電気じゃなくて、はい、多分わからないですけど、ちょっと情報があまりにもない、うん、ちょっとね、今回プレリュードだいぶ情報が少ないみたいな。そもそも解禁されてないんですね、まだ。確かに。はい、というわけでレクサスブースにやってきました、はい、いや、さっきめっちゃ人多かったっすからね。全然行けなかったですね、うん、やっとね、こっちのブースも落ち着いてきたと。ようやくということでね、これでたくさんね、はい、車をじっくり見れるかなというところでやってまいったわけなんですけれども、うん、なんか早速見てみるとね、だいぶレクサスにしては、そう、ね、SUV 系な、なんか感じですよね。オフロードを意識したね、あっちにもなんか水素コンセプトのバギーカーみたいなのもあったりするんで、はい、まあちょっとぐるぐる回りながら見ていこうかなと思います、はい、懐かしさを感じないですか、この KC。 KC ってなんだっけ、これ何ですか。コグランメーカー、ピックアップトラックとかで、はいはい、あ、なるほど。え、フォグにこうつけるんですか。すごい、ここにもライトついてる。このタイヤが個人的にはこれすごいですね、どこでも走れそうな。でもなんか SUV にしては車高が低いような気もしますけど、ね、確かにもっと隙間が上がってるような、そう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 。あ、でもこっち見てくださいよ、これこれもうすごいですよ、パンクしないタイヤですよ、パンクしないタイヤ、それ硬い、すごいっす。いや、空気がいないやつなんですよ、すごい硬い。最近なんかいろいろこういうタイヤ開発しているところもありますよね。確かミシュランがやったって、へぇー、X2L、 あ、ミシュラン、あ、そうそうそう、まあ、これ結構すごい技術なんですよ。いや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 、そのままこれ一般道運転できないですかね。これできたら楽しそう、めちゃくちゃ楽しそうです、ね、公認買えばいけるんですね。確かに、うん、いけそうな感じもしますけど、すごいっすね、すごいしっかり頑丈な作りで、はあ、足の取り付けとか、いや、なんかここら辺はもう純正の多分乗用車に近いんですけど、ここら辺の足の取り付けのこのパーツなんか一個一個すごいパイプでしっかり作ってあるんで、いや、乗ってみたいですね、こういうのね。こういうの見ちゃう、こういう系が好きな、そう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 、こういう系は僕は好きな病気。これが今回のコンセプト、今回の多分コンセプトカーだと思うんですけど、なんかでもスポーティーなデザインじゃないですか、結構。そうですね、でもちょっと新型のプリウスとかそういう感じの、ステアリングも結構なんか特徴的じゃないですか。最近のね、レクサス、電気の方もそうですけど、うん、ちょっとね、長方形というか、そういうデザインになりますよね。いや、車もどんどんこういった形になってくるんですね。これ流行ってるんですね、こういう形のが全部何にも開いてないし、コンセプトすごいですね。開口部がめちゃくちゃ広いです、広い。内装のテイストもね、和が入ってる、うん、竹なんですか、何だろう、これ本当だ、木のすごいね、素材が、うん、いや、なんかあそこにこう段になってるところにミニカーが置いてあるのがやたらこうおしゃれという、ね、本当だ、置いてある、かわいい。後ろのシートなんてもうどちらかっていうとこう
飛行機とかのファーストクラスとかビジネスクラスとかそういう感じですよ。マッサージ機能付きみたいな。確かにおしゃれっすね。超おしゃれですよ。見てください。いやすごい。はい、ということで続いては BYD さんのブースにやってきました。はい、よく結構最近ニュースで見るようになって、あの中国の電気自動車のメーカーですよね。もともとはね、あのバッテリーを開発する会社だったんですけど、 そこから自動車も作るようになって、今ね電気自動車で一番勢いのあるメーカーといえば、はい、ね、BYD が挙げられる。そんなに大きいですね。今回初めてだから、この後ろにある2台、この2台が、ね、発表になったということで、まあ、フロントのデザインはでもなんかちょっとポルシェの体感をなんかね、まあ、確かにポルシェっぽいですよね。まあ、割とそのいろいろなトレンドが含まれてる感じがするなっていうところではあるので、でまあまあ新気鋭の新進気鋭のまあまあ電気自動車のメーカーとしてはものすごい楽しみだなと思うような車の1台ですかね。僕何よりも驚いたのが、もう右ハンドル仕様で展示してるっていうのが日本をすごく意識してるなって。そうですよね、他のメーカーさんとかでも左多いのに。結構なんか質感高くないですか、このシートもそうですし。なんかね、今時の感じですよね。そう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 、ステアリングとかその中のプラットフォーム系もしっかりこう、うん、見やすいようにラインナップされているので、シートの質感もめっちゃ高そう。革ですか？だからこれ面白いなと思ったのが、これを付け替えるだけで左ハンドルになるんですよ。だから要はこうデザインが一緒じゃないですか。左右対称ですね。だから物自体も結構すごい考えられて作られているっていう感じがします。すごい。これ今意識してるなと思うんですけど、 82% で476キロってめちゃくちゃ走るじゃないですか。なんかこれ交渉値からね、例えばまあ大体電気って 2,3 割減だっていう、まあまあまあ、まあ、だとしてもかなりこれ高速より長いですよね。これ燃費っていいことですか？燃費っていう言い方ですけど、うん、燃費で今8割で高速距離がまだ470キロあるってことで、はいはい、普通ね、ワンタンクで昔600キロぐらいって言われてたところを達成しつつあるってことですよね。あと見てください、この屋根超開放感ありますよ。これ本当だ。え、下から見る、でも上から見ると全然見えないですけどね。何も見えないけど。あこの、ね、内装のデザインのおしゃれ、すごい中から見ると綺麗に外が見える。いやすごい質感高いんじゃないですか、なんかいろいろと。いや僕は大好きだな、デザイン。私もちゃんと初めて見たんですけど。そうそうそう、すごいです ね、 いいですね。まあ、BYD さんも今回からあの日本初導入というところで、まあ、楽しみなメーカーさんであるので、ぜひ皆さんも遊びに来たら、うん、BYD のブースに、はい、遊びに来てみてください。鈴木さんのブースにやってきました。はいはい、もう新型スイフトが個人的にすごい最近一番なんか巷を騒がしていた、はい、MT が出るのか出ないのか論争あった、はい、ありましたね、はいはい、ちょっと気になるところではありますけど、あとねこのブースの印象もね、なんかこうだいぶポップな感じですよね。まあ、でも鈴木ってもともと結構ポップで楽しいっていうのを売りにしているメーカーなので、うんうんうん、まあ、そこに関してはなんかまあまあ鈴木さんらしいかなっていうところではありますけど、うんうん、今回のキャッチコピーもちょっと意味とかもあれなんですけどね。あのスイートコンセプトがね、本当だ、ありますよね。まあ、でもなんかちょっといつもよりちょっと丸みが、丸みがありますよね。もっといかつさがなくなったというか、可愛い感じの、スイフトじゃないんですよ、ね、かスイフトっていうのはあるんですね、うんうんうん、完全な青い偏見で今語ってしまっていた。はい、というわけで、スペーシアコンセプトの方ですね、はい、これから見ていきたいと思うんですけれども、うん、おしゃれ、うん、見た目でも市販のスペーシアと変わらず女性人気の高そうな。これね、本当は私こういう車好きなんですよ。じゃあこういう車買ってくださいよ、ぜひ。買ってもらえなかったんですよ。はい、あ、そういうことですか。まあだから結構デザイン的にもすごいいいですし、うん、まあ多分実際にあの中の質感とかもすごい高いと思うので、うん、まあ、個人的にやっぱこの高さいいですよね。この乗り込みやすいっていうか、うん、座るときにこう普通にいちいちかがまなくて済みますもんね。でここは横がそのままつながってるんで、やっぱりその家族連れとかでも全然楽ですね。あと前方がなんかすごい広いような気がします。はい、まあ、結構そのいきなり目の前がこうなんて言うんでしょうね、ボンネットというよりかはちょっと距離が空いてボンネットなんで、なんかそんな怖い感じないですね、乗ってても。よく軽だとすぐ直角行に落ちてるんで、なんかぶつかったらすぐ来ちゃうんじゃないかと思うんですけど、まあ、意外と乗ってても質感的にもなんか俺こういうシート大好き。こういう革のやつよりもこういう方が実は革よりこっちの方が好きなので。あ、いいですよね。で後ろも結構幅も広いですし、あでもいいですね、広い。もう完全なんか高さがあるから本当に広そう。はい、あ広いし、あとはこのラック
かついてるとそれだけでまたね、うんうんうん、おしゃれさがね確かに出てくるし利便さも増すしいいですよね。へえ、いやなんかシートヒーターもついてます。シートヒーターもついてるし、うん、ますからね。なんか最近の軽って装備が良すぎて全然軽、はい、っぽくないですよね。はいはい、こういうカバー超おしゃれ。えこれ可愛くない？ここだけ赤と茶色入ってて、そうこれ外すのもったいないですね。交換するときなんか傷つけるのが怖い、ね、下手にこういうので開けられないですね。可愛い、ね、こういうツートンの間のところに入ってるこれもねおしゃれです。こういうデザインなんですもんね。ラッピングみたいな形 で、うん、で木目調で、まあ、コンセプトっていう感じなんでやっぱりその鈴木らしさっていうか、まあ、最新のソナーもついてますし、うん、なかなか結構おしゃれな感じで仕上がっているんじゃないかなというふうには思いますけど。いやでもすごいですね、ハイブリッドなんですねこれ最近の車って、うんはい、もうハイブリッドになりました。マイルドハイブリッドですね、鈴木さんのね。なるほどなるほど、48ボルトなんで、はい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 、はい、いやいやいやでもなんかいいんじゃないですかこういうの1台、うん、どうですか山中さん。これ山中さん的には僕は好きですけど、まだちょっとこういう車を持つにはだいぶ早そうな感じ。あそうですか、ね、僕の個人的な事情ですね。どういうところで欲しいと思うんですか。まあ、でも例えば家族ができて絶対そうですよね、はい、まあ、奥さんとかに、ね、うん、乗ってもらうのには乗りやすいし、なるほど、今乗ってる可愛いし S2000 を売って、うん、新型のスペーシャルを買うということで、どうしても売らせたいのね。よろしい、はい、はい、俺も女の人文句言わないですからこういう車は、ね、何も言われることはないでしょう、ね、最近の K って本当 K っぽくないですよ、うん、そうですね、普通の乗用車ですもん一昔前。だって本当に内装の質感とかも含めてですけど、うん、なんかね全然そんな雰囲気がないですよね。そう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 、確かに全然多分パワーもありますでしょうね、まあ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 、普通に申し分ないぐらい出ると思うんで、燃費も良くて人も乗って荷物も乗せられてって、うん、もう申し分ないので、はい、逆に軽そう選ばない理由ないぐらいなんじゃないかなって思っちゃう。いや最近でも結構日本の軽自動車ってこの軽のプラットフォームめちゃくちゃ多くなってきましたけど、うん、だからそれぞれ良さがあって、まあ、鈴木は鈴木で結構また特徴的な感じもあるので、はい、まあ、個人的にその内装のシートとか質感は、うん、今まで見てきた K の中で一番好きなのは鈴木かもしれないです。ベタボロ弁してますね、はい、ぜひ見てください、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、三菱ブースにやってきました。ひろきさん、はい、トライトンがお出迎えしてくれてます。いやいやそうなんですよ、いや、はい、自分も結構トライトンって、うん、インドネシア行ってた時にめちゃくちゃ走ってて、はい、まあ、この新型じゃなかったんですけど、はい、旧型 の、 まあこのハッチバック、ハッチバックじゃないや、なんていうんだ、ピックアップタイプのこのトライトンってすごい走ってて、はい、まあ、意外と東南アジア行くとめちゃくちゃ走ってます。でこれを市販車で販売するんですか。これを市販車で売るっていうと、でも売れそうで、こういうの好きな人多いじゃないですか。かっこいい。いやなんかこう、いいっすよね。泥に埋まっても自分でこう、うん、出せたりするようなグッズが全て揃ってるんで、これはこれでアドベンチャーレースっていうタイプのレースなんですけど、何があっても大丈夫。そう、何があっても大丈夫。でも圧倒的信頼感。これでも結構やられる。やられる。こんなに装備があっても。スタックする、スタックする、全然普通にスタックする。なんかでもデリカのコンセプトカー、コンセプトカーっぽくないですか。DX コンセプトと読めばいいんでしょう。ああ、なるほど。ミニみたいなデリカ。結構なんか大きいんですよね。サイズ。はい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 。今の現行のが D5 じゃないですか、はいはい、DX ってことはまあまあコンセプトの意味も込めて X が X なのか10なのかわからないですけど、横から、おお、すごいですね。リクライニングチェアですよ。もうすごい。あでもちゃんと運転席はあるんです、ね、はあって、独立しててデリカなのか、これは果たしてデリカなのかみたいな DX コンセプトという、はい、のもありますので、ぜひ三菱ブースの方にお時間がある人は遊びに来てください。はい、はい、続いて日産ブースにやってきました。はい、はい、日産ブースは今日ね発表にあったコンセプトカーがあるということで、うんうん、あれですよね、ポリフォリーデジタルさんと、はい、グランツーリスモを作ってるポリフォリーデジタルさんと、うんうんうん、まあ、共同でね開発したeee-force のコンセプトモデル、はいはい、電気自動車ですね。あ、電気自動車なんですね、はい、が今日発表になったということなので、はいはいはい、見に来ました。ザ・コンセプトっていう感じ、うんうん、ですね。でも本当テールがほらやっぱり4トン丸めの GTR 引き継ぎのテールっぽくて、うん、
ハイパーフォースの GTR を意識した書き方、うん、の3号って感じ。結構あの3号 GTR に近いモデルで、これかっこいいな。ゲーミングじゃないですか。もう色味が本当になんかグランツーリスモでも出てきそうなぐらいのコンセプトカーですよね。皆さんこれ今1000キロワットって書いてあるんですけど、何馬力？1000キロ1360馬力です。いやーすごいっすね。桁違いすぎて全然なんか思い、どれぐらい速いのかよくわかんない速すぎて、速すぎて理解をするのが難しい。1000みたいな。まあ電気自動車だともう出そうと思えばいくらでも出せますから、あとは問題なのがいかにこう駆動系が壊れないようにするかっていうところで。かっこいい、ね、かっこいい。私はこのテール好きですね、やっぱり。これも全部ドライカーボンなんですかね。めちゃくちゃ気になりますけど、なんかこういうマーブル柄のカーボン多いですよね、今回の。まあ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 、確かに流行りなんですかね。はい、というわけでたくさんの自動車メーカー回ってきましたけど、そうですね、これで自動車ブースは全部行ったってことですもんね、はいはい、あの目白押しすぎて、はい、なんかもうよく分かんなくなってきて、頭ごちゃごちゃ言っても全部回りきれてないので、多分本当に一個一個、はい、本当一台一台見たら、はい、もう多分もっと時間かかると思うので、あくまで自分たちが回ったのは本当に注目されてる車とか、うん、まあ、本当にそういうあの注目度のある車しか行ってないんですけど、うん、まあ、ぜひ皆さん行ってみたら、そのブースのそれ以外の車種もあの多種多様並んでますので、ぜひご覧ください。はい、ちなみに今日気になった1台は皆さん何でしたか。これ、うん、コペン。あ、コペン、新型コペン、はい、うん、ルアチはどうですか。ルアチやっぱスポーツカーばっかり見てたんですけど、スペーシアめっちゃ良かったです。あ、スペーシア、オールかわいいですね。ああいう車を普段見ることがないんで、まあ、もう楽しかったです。いや、ダブル RX を打って次はスペーシアを買うというくだりになると思う。はい、インプ打って買うかもしれないですね、はい、ロアチ軽自動車スペーシアを買うという、ね、はい、デビューかもしれない。逆に、はい、山中さん、僕はあのマツダのね、あのコンセプトカー、うん、あれ2ローターの、うん、あの電気自動車だったらしいんですけど、あれはあのデザインも含めてなんかこう、あ、リトラで出すんだとか、確かになんかいろいろこう思うところがあったりして、うんうんうん、あれが本当に将来的にもし市販されるんだったら山中が買うと、どんな形で出てくるのかなっていうのがすごく気になりました、ね。はい、なんか買うからすごい気になったわけじゃないですか。買う予定が、このデザインのまま出たら欲しくなりますね。確かにロードスターっぽいし、 RX7 あたりを引き継いでる感じもあるし、そう、いろいろなところのいいところをね、こうギュッと凝縮してる感じなんで、はい、あれは良かったですね、はいはい。さあ、というわけでね、まだまだ他にもジャパンモビリティショーブースありますから、はい、今回はここまでですけれどもね、はいはい、さらに、このジャパンモビリティショーの魅力をですね、お伝えをしていきたいと思います、はい。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。